今回はね、ほぼ紙筆ということでね、またね、筆を買ってきました。まあ別にね、どこの紙筆とは言ってないですからね。で、今回ね、買ってきたのはこれ。まあ、リピ買いだね。年末ぐらいに紹介したんだっけ、年始だったかな。ハンディクラウンのね、0分の5丸筆ね、ラウンドっていうのをね、紹介したんだけど、これがね、思いのほか良かったので、リピ買いしてきました。今回買ってきたのはね、ライナー細筆。で、こっちはちょっと読めないんだけど、丸平筆ですね。平筆なんだけど、先端がね、アーチ状になってるよというタイプですね。で、価格もね、ライナーの方が180円。丸筆と一緒だね。丸筆と一緒で180円と。で、丸平筆の方がね、250円。ちょっと上がるんですけどね。これはまあ、細いやつじゃなくて6号っていうことでね。まあまあ、それなりに幅のあるものを買いました。で、まあ特徴なんですけれど、ラッカー、ウレタンの溶剤に使用できますということでね、水彩画やホビーなどということで、絵筆ってね、ナイロンだったりするので、溶剤でね、傷んできちゃうんだけど、これはね、ナイロンじゃなくて、PBT というね、人工毛を使っているので、溶剤に強いよと。まあ、ラッカー、ウレタンはね、二重丸ではなくて、一応丸という形ではあるんですけれど、まあ傷みにくくなってますよという感じかな。まあもう見えちゃってるけど、早速開封していこうかな。で、このね、PBT っていうのは、模型用のね、筆でもよく使われてる筆で、最近だとね、セーブルと PBT でね、2極に分かれるかなという感じではありますかね。セーブルね、使いやすいんですけど、めっちゃ高いんでね。まあ PBT もね、模型用は結構高かったりするんですけど、まあこういうね、安価な筆もありますよという感じかな。で、模型用とね、違いっていうと、まあここのね、軸の部分が若干安っぽいかなと。いう感じはしますが、まあ特に使いにくさとかはないですね。まあ太いのがいい人とかはね、まあ別のメーカーとか探してもらうといいのかなと思うんですが、あとこれだけじゃなくて、平筆の斜めカットのやつとか、普通のパッツンの平筆のやつとか、まあいろんなね、筆がこのハンディクラウンでもね、出ているので、まあおすすめかなと思います。なんせ安いんでね。で、まあ、前回ね、買ったのがラウンドの0分の5。今回買ったのがライナーの0分の5っていうことでね。なんでサイズ一緒なの買ったのっていう話なんだけど、キャップを取るとわかるかな。で、これでわかるかな。こっちはね、もう使ってるんで、糊がね、もうないので、先端がちょっと広がっちゃってますけれど、まあインクとかね、つけると、塗料とかつけるとね、シュッと細くなるんで。で、ラウンドね、丸筆とライナー、細筆の違いっていうのは、穂の長さだね、穂先の長さが違うと。丸筆の方が短くて、ライナーの方が長いと。細筆の方が長いという感じなので、まあ、模型とかだとね、チョンって書く部分と、割と長めにスーッとね、線を引きたい部分があると思うんだけど、線を引くときなんかはね、まあその名の通りライナーっていうことでね、塗料をたくさんね、穂が長い分だけたくさん含めるので、一気にね、書けるよと。丸筆だと、途中でインクがなくなっちゃうので、何度も何度もね、こう付け足しながら書いていく形になるんですが、まあライナーだと、それをね、なるべく長いところまでね、遠くのところまで一筆でいけるよという感じかな。で、丸筆でね、欲張っちゃうとね、根元の方で固まっちゃったりするので、まあ腰がね、弱い筆とかだとね、どうしても長いとね、ふにゃふにゃしちゃってね、書きにくいっていうことはあると思うんですけれど、この筆はね、PBT っていうことで腰がね、結構強いんで、最初ね、わかんなかったんでね、ラウンドの方を買ってみたんですけれど、まあ今回ね、ライナーの方も追加で買ったよという感じかな。
まあ線を引くときはねライナー、円を打つときはラウンドみたいな感じでね使い分ければいいかなと思ってます。でもう一個ね買ったね丸平筆だったかな、これはまあ、パテを打ったところなんかにねサフを塗るんだけど、そういう時にね使えるかなと思って買ってきました。じゃあ早速ね使ってみようかな。これでいいかな、これプラ板ね、プラ板を置いて、まあ今回はねとりあえずミスターホビーをね水性ホビーから使ってねテストしてみようかなと思います。まあその前にねちょっと糊を落とさなきゃいけないんだけどね、本当はね穂先だけをほぐせばいいんだけど、どっちにしてもね溶剤含むと溶けちゃうんで、もう全体ねいっちゃいますね。とは言っても大まかにね、まあどうせ洗う時にね全部落ちちゃうんだよね。筆に腰がねあっていいね。 OK でライナーの方もまだね針みたいにチクチク刺さるんで、あんまり根元の方までしつこくはね洗ってないんですけど、まあどっちにしても落ちちゃってるよなっていう感じですかね。今回使うのはね水性ホビーカラーの新しい方ねの、オレンジイエローかな。まあこんなもんでいいかな。じゃあそしたらどうしようか。前紹介したラウンド丸筆からね行こうかなと思います。ちょっと溶剤をつけてあげて、これぐらいでいいかな。ね、まあ結構長くいけたけどね、でも濃くのってるのは前の方だけかなという感じかな。水性ホビーカラーね固まっちゃうとめんどくさいんで、タミヤアクリルもそうなんでね、ちょっとこまめに洗いますね。で、ライナーだと細筆だとね、たくさんね塗料が含ませられる分長く描けるよと。あまりうまくないけど、見えづらいか。こんな感じで上の方が丸筆、下の方がねライナーというか細筆ね。まあバイトまでは言わないけどね、まあ結構長めに描けるよと。あと根元の方にね塗料が行きにくいんで、筆のねトラブルを防ぐためにも、まあある程度ね穂先が長い方がいいかなと思います。じゃあ最後ね、丸平筆ね、まあこれはねラッカーで使おうと思ってね買ったんだけど、まあ今回は水性でいいや。これはつけすぎかな、ていうか濃いのかな。え、スーッと薄いな。で平筆とね違ってこうやって範囲をね広げていった時に角が丸いんでね筆ムラっていうのになりにくいのが特徴らしいです、この丸平筆っていうやつね。こうやってどうしてもね端の方にね間に線が入っちゃうじゃん。これがね少ないのが丸平筆の特徴。どうしてもねこの端っこの方とかは入っちゃったりするんだけどね、まあそれでも撫でてあげればまあまあ消えるかなと。ここがね角張ってると何度も何度もねこう書いていくと、その度にね
線が1本ずつピッ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 と入りやすいよという感じらしいです。でこれも洗って、これちょっと必須にねしてる空きボトルなんだけど、これで洗うか。ちょっと水少ないんで足すね。で、あの底にね当てて洗うときは筆で塗るようにね、そーっとこうぐちゃぐちゃにするんじゃなくて、一方向ずつこうやってね、こうやって塗るかのように洗ってあげるとね、だいたい落ちたね。で、まあこの浮かせてね洗う時なんかはちょっとぐちゃぐちゃやっちゃっても、まあそんなに問題はないかな。でそこにつける時は筆でね底を塗るように洗ってあげると。で乾かす時はね、理想を言えばこう上からねあの吊るして洗濯バサミか何かにね吊ってあげて、穂先を下にして乾かすと。こうするとね絶対あの穂先が重力でねまっすぐになるんでいいんですけど、どうしてもまあ普段からねそういうわけにはいかないじゃないですか。だから高級筆とかはねこういう風に吊るしてもらえばいいんですけど、まあせめてね立てておいてあげるね、こんな感じでね。だからまあ何でもいいんですけど、筆をね入れる容器とかを準備しといて立てておくといいかなと思います。横にしてね乾かすとあの穂先が垂れちゃうんで、それは注意してください。それはあの筆の素材とかじゃなくてどの筆でも一緒、まあ多少ね起こりやすい起こりにくいはあると思うんだけど、どの筆でも良くないので、横向きにねして乾かさないようにしてください。まあ、今回はね撮影の都合でねまだ横向きに置いてますけれど、ってことでね今回ね、丸平筆っていうのを初めて使ってみたんだけれど、確かにねあのくっきりと線がね間に入らないので、これはいいなと思いました。で今までね使ってきた筆も一応紹介しておこうかな。で最初に買ったのがね、タミヤのモデリングブラシ、高級面相筆ショーっていうやつね。これはイタチか何かの絨毛だったと思うんだけど、毛がね傷みにくいっていうのはいいんだけど、個人的には腰がねちょっと足りないなという感じ。あとねちょっとやっぱり太いね。で、これタミヤのねモデリングブラシ HF っていうやつね、これはね気に入ってて使ってます。今でも使ってます。で今までねよく使ってたのがアシーナっていうところから出てるのかな、ラビアの7400の方の0分の10と7200の方の1番を使ってました。でこれもね結構使いやすいんですけれど、ちょっとね値段があの模型用の高い筆に比べたら全然安いんだけど、 F 筆なんでね今回買ってきた筆に比べたらね高いかなという感じかな。で一応水彩用のね F 筆なんで、ラッカーとかね、エナメルとか使ってるとねやっぱり傷んできちゃうよなというところがあります。まあ別にねこれが使いにくいっていうことはないんだけど、こういうのもいろいろ試しながらやっていこうかなと思います。筆っていうのはね、たくさんあって、まあ悪いことはないのでね、未だにこれもね使ってますんでね、そんなにね腰がいらないなとかいう時ね、ちゃちゃっと塗っちゃおうかなっていう時なんかはこれを使ってたりします。まあいろいろね買ってみて気に入ったものをね探してみるといいのかなと思います。で今回買ってきたねこの、ハンディクラウンっていうメーカーなんですけれど、全国のねホームセンターで取り扱いがあるということなので、まあ100% あるとは限らないですけれど、まあ地元のねホームセンターとか行かれてみると買えるんじゃないかなと思います。
で、今回ね、まだ確認はしてないんですけど、このラウンドをね、見た時はあったので、Amazon にね、あると思うんで、まあ一応リンクの方も貼っておきますね。ということでね、今回はハンディクラウンのね、細筆と丸平筆を買ってみたっていうお話でした。これ以外にもね、普通の平筆だったりとか、斜めにカットされてる平筆だったりとか、まあいろんなね、種類があるので、もし興味ある方はね、ホームセンターとか、まあ通販とか、まあそういうところでね、探してもらえればなと思います。値段もね、全然安いんで、まあ気軽にね、試してみてもいいんじゃないかなと思います。ということでね、この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとか、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。